はい、こんにちは。本日もところ座のタイソンさんの最新動画を見た感想をお話ししていきたいと思います、えー。今回の動画はですね、まあいくつかのことを話してたんですけど、その中でも特に印象に残ったのが、ところ座のタイソンさんのチャンネルにですね、タイソンガールズという新しい仲間が加わるということでした。 で、そのタイソンガールズがですね、なんと現役の女子高生ということだったんですね。で、まあ、それに関連して、あの、自分が思ったのが、やっぱりタイソンさんぐらいのネームバリューにもなってくると、本当に若い女性っていうのが、すごい寄ってくるんですよね。うん あのまあ定期的にこうアウトロブームっていうのが起こっててでまあ前だともう10年前ぐらいですかにもちょっと流行ったんですよねでその時っていうのはえっと瓜田淳さんと元関東連合の石本太一くんなんかが 結構女性人気あったんですよ。で、また、あのー、去年ぐらいから巻き起こってる、まあ、第二次アウトローブームと言っていいんでしょうかね。で、それからはですね、あのー、小山慶吾くんと、もう一人が所沢大宗さん。この二人が、今、若い女性の間ですごい人気があるんですよね。 うん、で女性っていうのはやっぱり本能的に強い男が好きなんですよね。自分を守ってくれるような存在っていう風に考えてみると、まあ、タイソンさんがモテないわけがないんですよね。うん、結構なんか前とかね動画上で自分は全然モテないみたいなこと言ってたんですけど、あれはまあ、まあ、正直全然演出上の 発言であって、実際もう、ね、ひっきりなしに女の人がタイソンさんのもとに寄ってくるんですよ。うーん、だから本当に、そんなのね、羨ましいっすね。やっぱり、強い男っていうのは男から見てもかっこいいっすからね。うーん。まあそんな感じで、えー、まあ話しそれましたが、えー、今後ですね、 まあ、タイソンガールズが、どういう形で動画に出演していくのか。うん。まあ、タイソンさんとね、どんな形で掛け合いを繰り広げていくのか、今から楽しみで仕方がありませんね。はい。えー、楽しみにしておきましょう。では今日は以上です。お疲れ様でした。